こんにちは、カメラマンの友郎さんです。今日はですね、視聴者の方からリクエストをいただきまして、RB67 の使い方について、リクエストをいただきましたので、それにお答えする形で動画を作りました。本当にありがとうございます。で、使うにあたってですね、今そのマニュアル、もちろんマニュアルも売ってるんですけど、結構いい値段するんですよね。でどうしても書面よりはやっぱりビデオで見ちゃった方が早いし、で、もちろん私の他にもたくさんいろんな人がマニュアルの動画を出してます。なのでですね、そっちを見てもらってもいいんですけども、私は私なりにその自分の失敗談の経験からですね、そこを抑えた方がいいかなっていうふうにいうところを中心に喋ってますので、もう基本的なことは言ってません。はい、でフィルムの出し入れなんとも教えてませんどうしてもそれ知りたければですね、他の人のビデオ見てくださいたくさんいろんな人がやってますからそんな感じですはい、では早速ちょっとご覧になっていただきましょうか。ですね、その2回に分けてやることにしました。でまずはですね、準備編とそれと実際の撮影編の2回に分けてやってます。どちらもですねちょっと長くなっちゃってますけども、その辺はですね必要なところだけを、抜き取ってご覧になっていただいても構わないので、その辺は、ご自由になさっていただければいいと思います。はい、ではこんな感じで進めてまいります。よろしくお願いいたします。ではゆっくりとご覧になってみてください。はい、じゃあ始めたいと思います。まずはですね、おそらく中古カメラでお買い求めに、もう新品がないのでもう中古カメラしかないんですけども、お店で例えば現物を買っていくなり、あるいは、ヤフオクなどのオークション、ネットオークションだとか、ネットショッピングの中でお買い求めいただいたカメラだったとしてもですね、おそらくもうこういう状態でお手元に届くんじゃないかと思うんですね。で、そうですね、今マニュアルそのものがついてるっていうものはまず稀なので、別に買うか、あるいはこうしたようないろんな方がそのマニュアル的な動画を上げてらっしゃるので、そちらの方を参考にしていただければいいと思うんですけども、とりあえずこの状態で始めたいと思います。この状態であなたのお手元に届いたという前提でお話を進めます。そうですね、まず一番最初はですね、準備編ということなので、まず、いろんなことをしてみたくなりますよね。で一番大切なのはですね、まずレンズがどうやって取り外せるのかということからだと思います。普通レンズがついてる状態になってると思うので、まずそこからです。でですね、レンズを交換する際にあたってはですね、例えば普通の一般的なカメラだと、どっかにそのレンズ着脱ボタンがポチッとあって、レンズをガチャッというふうに回すのが一般的だと思うんですけども、この67マミヤの67に関してはそれが違います。レンズは回しません。どこを回すのかというとですね、ここです。一番ボディに近いところのリングを回すんですね。で指標はあります。こういうところにで、ここにボディ側の指標がありますよね。ここに合わせるんですけども、でもう一方の指標がですね、ここにあるんですね。で、今これは閉まった状態ですからこうなってますけども、でこれを回すことによってレンズが外れます。つまりレンズを入れる時には、こういう状態になってますので、もちろんこのボディの指標とこのレンズの指標、これを合わせるんですね。これは普通の一般的なカメラと同じですよね。で普通に入ります。でここで普通はこうやってやりたくなっちゃうんですけど、レンズは動きません。で一番奥の、これですよね。これが動くので、これを動かします。そうですね。でこれあんまりきつく締めなくても大丈夫です。私の答えはこれきつすぎると取れなくなっちゃうことが何回かありますので、結構焦りますということです。はい、まずはもうとにかくこれができるかできないかですね。でここまでできればまず一つの問題がクリアされます。はい、で次に、大事なのはフィルムの出し入れですよね。で今はですね、フィルムの入れ方なんては説明しませんよでですね、後ろにフィルムバッグがあります。これです、フィルムバッグがあります。でこれを開けるんですけども、ここにちょっと古いカメラになるとこういうのついてますよね。でこれを引きます。そうするとこれが開きます。でこれは取れちゃいます。フィルムバッグが取れちゃいますね。でまあここに入れるんですけども、まあこれはもう一般的なものと同じです。まあこれはまた後日改めて説明しますけども、ここに入れます。で入れてこれをはめて、でよいしょ。ではめて、で今のカメラみたいにポチッとスプリングが効いてるわけじゃないありません。なので閉めたらさっきのレバーを戻します。で、一番最初のカットが来るまでこれをキコキコキコ回すわけですね。そういう感じです。はい、ここまでいいでしょうか。次にですね、今度はファインダーです。ファインダーはですね、まあこれはウエストレベルファインダーなので普通にこれを開けると開きます。であとはまあ上から覗くわけですけども、こんな感じですね。でまあちょっとしっかりとしたピント合わせしたいなと思うんであれば、ここにルーペが入ってますので、これですね、この矢印を、ポッとやっていくと出ます。で上から覗いてピントを合わせるようにします。でピント合わせはどうするのかというと、まあこれは蛇腹です。ここにつまみがありますよね。でこれを出し入れすることによってレンズそのものが動いちゃうんですね。ヘリコイドが動くとかいうんじゃなくて、もう蛇腹なので、まあなので結構接戦が得意とされてます。これとあとはマミヤの66ですね、 C の3、まあ、私は持ってるのは330ですけども、 C シリーズなんとも蛇腹で動くので、すごく接戦が得意とされてますね。そういうことです。で、まあここまでできればですね、まず撮影に関しては問題ないと思います。はい、それではですね、次にお手入れなんですけども、そうだな。まあ、あんまりその神経使うことはないんですけども、例えばですね、AE ファインダーを使ったりとか、あるいはですね、まあちょっとポラバッグを変えたりとか、今これは実を言うと、まあ、ここに書いてありますけど645のポラバッグがついてるんですね。あ、ポラバッグじゃないや、フィルムバッグがついてるんですね。でこれをまあ普通のものに取り替えたい時は、まあ、これごと外さなきゃいけないんですけども、まあ、それはさっきの理屈と同じです。ですね、まあ、例えばもうこれを外しちゃえばそれでもいいんですけども、よいしょ。でもこれだけだと、実を言うとここが645のサイズになってますよね。なのでこれごと取り替えないといけませんよね。で例えばですね、これが67用です。もう明らかにサイズが違いますよね。でじゃあこれをどうやって取るかというとですね、ちょっともう一回元に戻しますね。よいしょ。あれ、よいしょ。はい、ですね、ここにロックというのがありますよね。で実を言うとこれ裏にもあるんです。でこれを両方とも矢印になってる方がロックですね。今これはロックになっている状態です。なのでこれをロックを解除します。こうですね、結構上までいきます。で後ろも同じものがあるのでこれを解除します。あら、あ、そうか、こっちか、ごめんなさい。こうですね。で取れます。でもう一回ちょっとチェックしてみましょうか。こっちが645です。こっちが67です。まあ明らかにサイズが違いますよね。もうほぼ倍ぐらい違うと言ってもいいんじゃないでしょうかね。はい、でこれをはめます。でももちろん巻き上げレバーがついてる方が上なので、まあそれは普通分かりますよね。でまあこういう状態になってるので、これを普通にはめ込んで、あとはロックで上もロックで OK です。はい、でさらにですね、もうちょっと細かい、こっから先はあんまり必要ないかといえばないんですけども、もっと徹底的になんかお手入れをしたいなというのであれば、さらに分解ができるんですね。でさっき言いましたけど、一回ちょっとこれをフィルムバッグ外しちゃってみましょうか、ね、ロックとロックを外して外れますよね。で実を言うと、RB の B、RB っていうのはレボルビングバッグということですよね。つまり縦位置と横位置が同一でできるというのが最大のメリットです。同一というかカメラをこうしなくても済むわけですよね。そうだな、ちょっと前後になっちゃって申し訳ないけど、普通にこうやって撮れますよね。でこうやって撮ると基本的には一応横長の写真が撮れるじゃないですか。でも縦位置にしたい時にどうしますか？ウエストレベルですからね。これが AE ファインダーだったら別に問題ないんですよ。でもこれウエストレベルファインダーですから大変なことなんですよ。なのでそれを回避するために、回避するというか、もともとこのカメラはスタジオカメラマンが使ってたスタジオ撮影用のカメラなんですね。なのでちょっとうちで見てもらうと分かるんですけども、もう専用の台座があるんですよ。アダプターみたいなのがあるんですけどね。でそれでがっちりと三脚に固定して撮るっていうのがもう大前提だったんですね。なんかこれでスナップを撮るなんていう感覚じゃないんですよ。なので三脚に固定してる状態でもって縦位置と横位置が撮れなきゃいけないということになりますよね。なのでフィルムをもうこうして縦位置に強引にしちゃうことで縦位置の写真が撮れるというのが最大のメリットだったんです。それが RB、 つまりレボルビングバッグということですよね。でこのレボルビングバッグがどうなってるのかっていうとですね、これが回るんですね。これに関しては別に外す必要はないんですけども、何かのためにちょっと解説しますけども、これ結構知らない人が多くて、知らない人っていうか悩む人が多いんですね。でどうするのかっていうと、ここにレバーがあります。これをですね、結構見つかんないんだよな。と取れます。これを交換するだとか外すってことはまずないので、知らなくてもいいことなんですけども、でもせっかくですからこういったものがあるとこれ何に使うんだってことになっちゃいますからね。でこういう感じですね。別に知らなくてもいいことですよ。本当に知らなくてもいいけど知っててもいいかなって感じですね。こんな感じです。はい、次にですね、今度はもしあなたがですね、ウエストレベルファインダー嫌だな、あるいは反対に、AE ファインダーが最初についていた時に、例えば、ファインダーを取り替えたい、あるいは、ファインダーの中にですね、フォーカシングスクリーンがありますから、これを取り替えたいということになった時にファインダーを取らなきゃいけませんよね。でこれの取り方です。これ実を言うと私結構迷いました。簡単です。ロゴがありますよね。マミヤ RB67、 ここの部分が動くんです。スライドします。そうすることで取れます。結構なんかメカニックでいいですよねこれで。あとはもうこれはもうそのまま取れちゃいます。なのでフォーカシングスクリーンを取り替えたい場合はもうこれだけでいいんですね。あとは掃除したりする時にもこのまんま使います。あとはこれをはめてってことです。こんな感じですね。でですね、一つだけ注意しておきたいのはですね、例えばハッスルブラッドのカメラは非常に面倒な儀式があります。でそれを怠ることによってもうメカをダメにする人って結構初心者でいるみたいなんですけども、そんな難しいことはないです。マミヤのカメラは。でもですね、一つだけ注意するべき点があって、レンズを着脱する時にはですね、必ずフィルムをチャージしなきゃいけないんです。で今これはあれが入っちゃってるので、レンズが入っちゃってるので取れる、チャージしちゃってる状態なんですけども、例えばね、一回これで今シャッターを切りましたよね。でもちろんフィルムはチャージされてません。なので今この状態でレンズを外そうとしても取れないんです。よくできてるんで本当に取れないんです。これはで、まあ、レンズをチャージする、まあ、これはまた撮影編の方でも説明しますけど、レンズチャフィルムチャージするのはこれなんですね。あ、ごめんなさい、シャッターチャージです。シャッターチャージするのはこれなんですね。で、初めてこれが取れるようになります。まあ、そこだけですね、注意する点としては。はい、以上です。まあ、これは準備編です。準備編というかですね、まあ、扱い方編ですね。まあ、とにかく、レンズが取れて、ファインダーの開け方でファインダーの取り方、中のフォーカシングスクリーンの取り替え方、それと、フィルムバッグの取り替え方でフィルムの入れ方をまた後日いつか改めてやりたいと思いますけども、まあ、フィルムを取る時にもここで外れますよということですね。あとは分解する時もさっきのような感じでやります。そうですね、注意するべき点はそんなにはありません。非常に単純な機械です。でただですね、これは RB に限ったことです。これが RZ になるとまた話は別です。大方のことには変化はないんで違いはないんですけども、いろいろな意味でちょっと便利に向こうは便利になっているので、でまた RB であってもですね、これは本当に一番最初の RB です。でこの後に RB67 Pro S というものが出ます。でその後に SD というものが出ます。それはですねまた微妙に違うんですけども。取り扱いはもう8割方はもう同じだと思ってください。もう分解の仕方だとかそんなのは全て同じです。ただですね撮影する際にちょっと差異がありますけども、まあ、それぐらいのものです。あとはもう基本的にはありません。まあ、こんな感じです。